それでは、当立紳士の安定化制御に関して説明をしていきたいと思います。当立紳士は不安定なシステムであり、また不安定ゼロ点を持っているため、制御の様々な実験に用いられます。また、振り分け制御などを行う場合には非線形性があり、さらに難しい制御対象となります。2つのセンサーの情報に基づいて中心にあるモーターを動かして倒立状態をキープする制御になります。このように台車の位置をうまく制御すると、目標位置が変わっても追従し安定化することが可能な制御対象となっています。これはマトラボシミュレーションの動画になります。倒立紳士には2つのエンコーダーと1つのモーターがついています。エンコーダーは軸と紳士にそれぞれ1つずつついており、角度を計測することができます。そしてこれら2つのエンコーダーから得られる紳士の角度と角速度情報を用いることで、4つの状態量をフィードバックする状態フィードバック制御を施します。エンコーダーの原理が次のようになります。光源から光が放たれ、それが自己阻止で受け取られることになります。そして、このスリットの空いている円盤を回転させることで、自己阻止が光を受け取ったり、受け取らなかったりという波形が電圧情報として得られます。それをカウントすることによって、どれだけ角度が移動したかというのを計測することができます。実際、光を受け取った数だけをカウントしても向きは計測できないのですが、2つの自己阻止の配置関係を利用することによって、それにより向きを計測することが可能になります。このセンサーの分解能はスリットの数に依存しており、スリットの数が多ければ多いほど、より正確な角度を計測できることになります。そしてエンコーダーで取得した2つの角度情報から数値微分を施すことによって角速度を得ます。もちろんこの時、角度情報にも量子化誤差があることから角速度にも量子化誤差が乗ることになります。その程度が小さければ問題なく制御できるということになります。こちらが実験装置です。状態フィードバック制御により倒立状態で安定化していることが確認できます。モーターには俯瞰体といって電圧を加えても回転しないような領域があります。その保証を行って制御を行った結果をこちらで示したいと思います。こちらが俯瞰体保証を行った制御結果です。このように倒立状態を維持し、安定化していることがわかります。また途中で外乱を加えても元に戻るということが確認できるかと思います。こちらが追従制御で、プラスマイナス90度のステップ目標値を与え、計180度の旋回をして定常状態を保つということを繰り返しています。先ほど示したものは回転型倒立紳士というものですが、こちらは車輪型倒立紳士と呼ばれるものになります。2つのモーターおよびエンコーダーによって倒立状態をキープしています。こちらも外乱を加えても倒立状態を保つことになります。